70代のフラワーデザイナー坂根真由チャンネル。日中はやはり暑いですね。今日もフラワーアレンジメントのレッスン風景です。よかったらどうぞ見てください。朝夕はとっても涼しくなりましたけれども、お昼は暑いのでなかなかお洋服が決まりませんでしたが、今日は、多久間町のうさぎ屋さんで買ったジャンバーを引っ掛けてまいりました。今日のデザインはロート型です。ロートって何ですか？上に広がるような形なんですね。お花はトルコキキョウ、ワレモコウ、リンドウ、スプレーカーネーション、他にラフィアとスティックがいろいろありますね。棒ですね。スティックって棒のことですよ。それを末広がりに上に上に向かって広げてまいります。そして囲って、そしてラフィアでちょっと編み込みをいたします。編み込みの上手な方、ちょっと苦手な方、いろいろいらっしゃいますが、それはそれなりで結構ですよ。ワレモコを上の方に空間に飛ばすのが特徴ですね。なんとなく、なんとなく、小さな秋、小さな秋、小さな秋、見つけたって感じに入ればいいでしょうかね。ほおずきがいいアクセントをとっております。オレンジ色のお洋服を着た方も上手に入れてますね。そして皆さんが全員入りましたら後ろの方に運んで鑑賞会が始まります。もちろん写真の撮影も始まりますよ。この時が一番楽しいですね。笑みがこぼれます。いかがでしょうか？こんな素敵なお花がお家の玄関にあったら、家族の方は帰ってきた途端疲れが取れて癒されますよね。いかがでしたか？よかったら皆さんチャンネル登録をお願いいたします。素早く配信を受け取るにはチャンネル登録とベルマークをポチッと押してくださいね。レカンフラワー、ボトルフラワー、マカロンタラー、マカロンタワーマカロンタワー、オリジナルコサージュ、カフェの紹介、ファッションコーデなど12月まで100名目指しています。いろいろ配信いたします。よろしくお願いいたします。グッドボタンもお願いね。